作業が、今途中なんですけども、肝心のガラス、これを探しに今から上の御徒町まで足を運んでみようと思います。行ってきます。注文していただいた金星光の風貌、はい、これを一ついただきたいです。はい、少し申し訳ございません。こちらですね。はい、はい、これ社外品なんですか？そうですね、社外品ですね。純正はもうずっと前にない、ね、もうずっと前に打ち切られてて、はい。はい、でもこうやって見えますか？未使用です。こういったものが、ね、今の部品屋さんに来ると手に入りますので、探してる部品、ね、何やともあれ一回ね、三宝さんに相談するといいと思います。結構ね、いろんなパーツありますし、工具もたくさんあるんで、頼りにしております。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、こちら無事にパーツの入手ができました。見ての通りパッケージに入った、新品です。新品なんですけども、今は製造していないようで、在庫限りの、入手になります。今回ね、たまたま手に入ったので、運よく綺麗な作業ができるんじゃないかと期待しております。これをどこにつけるかというと、この傷まみれのガラス、枠は再利用して中のガラスを交換するということをこれから行います。それではヒーターで十分温めたこのガラス、これを押し出してみます。割れちゃいましたが、交換するので構わないでしょう。結構強力にくっついてましたね。この後もう一回加熱して接着剤をしっかり取りたいと思います。接着剤がようやく綺麗に外れたので、除去できたので、今は新しい接着剤を塗布しているところです。せっかくなんで、はみ出さないように綺麗に取り付けようと思います。はい、接着剤のね、塗り終えることができたので、ガラスを拭きます。この後、紫外線を当てて硬化するのを待ちます。オンラインウォッチアカデミー、レッスン動画、修理事例動画、現地イベント、フォローアップライブ、オンラインで学ぶ一生ものの時計技術、
私の大好きな時計修理技術を皆さんと一緒に共有できる日が楽しみです。ぜひお待ちしております。